お疲れ様です。今日はこちら超高回転 1.9 枯渇やっていきます。さあ、プリンセスタワーが復活したことによって端前オールブレイカーもね、無視できない脅威なカードとなりましたんで、新居バレルもですね、はい、強くなった、まあダガガールの時より活躍しやすくなった、はい、ってことでね、高回転バレルオールブレイカー今日やっていきます。まあ、無視できないんでね、もう攻めまくってダメージを稼いでいきたいというか、守りはあんましたくないデッキですね。なんですけども、ブラスターだと発信前のスピリットはワンパンで処されるし、ウォールブレイカーもね、多分完封されちゃいます。はい、なのでわざわざ1枚ぐらいこうつけなきゃいけない、めんどくさいの。さあ、でも矢波を使ったのでちょっかいかけてあげて、このアイスピかな、マジで一発で処されるの痛すぎるんですけど、まあ、バレル自体の通りはいいですね。はい、さあボーラー、まあマジで回転だけがこのデッキの強みなので、攻めまくりたいとこではあるが、なんか嫌だな、戦いづらいな。で、進化バレルとかもちょっと良かったりしない、これ。やべ、うい、雪を使ってはくれたんですけど、多分ヤナアメもね、持ってはいそうではある。ヤナアメ使ったら一応ね、吹き矢が無双にはなれるみたいな。で、スピリットでこの辺は適当にね、おっきゃおっきゃおっきゃ、めっちゃいい。で、この吹き矢が弱いんで、まあ好きぐらいでね、ちょっかいかけてあげて。いや、ブラスターか。マジ、プリンセスターだったらな、ものすごい刺さるんですけどね。まあ、バレルからの、これ、ウォールブレイカーまで行ったりしたら、強いかもね。え？ええー、うまっ！ボラの石ってそんな、そんなエムイン、最悪だ。まあ、スケラには一応吹き矢というものがあるのはあるんですけど、まあ、これなんか右も左もね、どっちもちょっかいかけていきたい。いや、進化バレル、いやマジ結構いい。なんなら押してる。矢波使った、でかっ。えさあ、防衛で矢波を使うとウォールブレイクが無双します。で、実は本命がこっちだったドッキリみたいなね。矢波は回んない。いや、ボーリー、いやー、ブラスターちょっと強いんだよな。さあ、これナイトで許容しようか。この許容強いな。進化スケでなんとかなったりしないかな。いや、てかこのデッキさ、え、進化バレル、うわ、やばっ、ちょっと待ってちょっと待って、え、こんなことある、2本同時落としきかえ、あんまなくない。うわ、パルサイムラバっぽいね。え、またブラスターや。え、ちょっと2個同時落とし気持ちよすぎん？そんなことあんのか。いやー、やだなー、やだなー、めんどくさいね。オールブレイカーが刺さんねえ、ブラスター引くのは。一応残れるんじゃね？残んねえんだ、最悪や、終わったもう最悪や、強すぎんだろ。いや、じゃあプリンセスタワーを引きたいな。まあでもブラスターだと進化スケドリームとかもしやすいのと、まあ進化バレルもまあ刺さるっちゃ刺さるか。本当はね、進化バレルがですね、
スピスピでタゲ取れるんですよ、プリンセスタワーだと。あーいいね。だからスピリットスピリット橋前の進化ゴブリンバレルをしたいんですけど、できねえな。終わったこれ。ボイド垂れて飛ぶもんな、嘘みてえに。まあ、一応出すか。いやーまあ一応ダメージが入ってはいるが、いや残ったら幸せだったけど、いやこれ勝てる？これ勝てんのか？浮き足しかいねえぞこっち。いやもし問題こっからだな。絶望の始まりです。吹き上げだな、こいつ命っす。バルキリーもやだしな。どうやって勝つねんっていう話ではあるが、諦めてはいない男を見ます。タワーは残ってます。いやスケドラマシきつすぎんな。いやワンチャンここで進化スケとか回ってればな、最高ではあったが。まあ難しいか。いやちょっとね、ラバルスケドラしょっぱいか。今のブラスターじゃなかったらね、ちょっとでかかったんだけどな、プリンタワーだったら。プリンタワーだったらスピリットでねタゲ取れるんで、これが強いです。よし、橋前ファイスピとかでもうざいかんね。で単品オールブレーカーもいけるからね、それがいいんですよね。なんでエリポンやねん。お願い。おお、バーバリアン、まあ、おもろいカード来たね。エリポンババって何？ゴーレムか。まあ進化スケも回したいとこではあるよね。うエリポンゴレのなんかマシマシ版じゃな。やべ、いやでもこれいいとこあるんですよね。スピスピで竹と入りながらの進化バレル、これ強いと思ってます。いやでも最悪やギャング来た。いや守れるかな。いや守れそうだな、折っちゃいたいな正直。え、ジャイナさ、まさかのジャイさん史的な。え全然思ってたデッキと違うが、頑張れないことはなさそう。あいつが来たら終わる。あ、そう君。え、なんか逆に使われた。あるねこれ。ウィザードがね超まずいことが判明した。
でね、進化バーバリアンもね、超まずいことが判明しているマジ、ワンちゃんの。え？ブッパ決まったか。あぶんねー、フィザードキッズ。鬼ブッパ。意外と強いか。バレルオールブレイカーね。よしよし、プリンターはね、幸せです。アイスピでちょっかいかけれんのいいな。アイスピって200ダメぐらいあった気がするんだよな。さあ、ウッドね、やだよね。まあ回して、さあちょっかいかけて、俺はもうね、攻めまくってリズムをつかむ以外ないんでね。まあロイジャイとかだ、やだな、こういうゴースト受けがないんだよな俺。これウッドないんで、これ強いです。いやー、急いで回したか。うわー、いたー、スピスピのマジバケモン高回転ファイブロイじゃないかい。最悪や。いや、1倍で終わらすかこれ。マジできついな、ゴーストがめんどいね。いや、なんかうざそうな攻めして、いやマジ回転早すぎる。ちょっと、ここかオールブレイカーまで行きたい。このオールブレイカー大事。マジで事故れ、やめろ。なんでや、終わる。まずい、お願いロイジャイ来ないで。なんでやねん、ロイジャイ来んなっつっただろ。いやー、まあウッド冴えたな今。ウッド冴えたぞ。ふん、俺くらい。バケモン詰め、よし。からのもう一回バレルがあるのはでかいな。いやマジきつい。マジできつい。おい、強すぎやんけ。なんで高回転ロイくんねん。ファイボウッドエレスピが悪すぎたな。なんかどれが1枚でもね、ライトニングとかローリングバーバリアンとかだったらまた話が変わってた気もするが、なんか全部がね、ドンピシャでハマってたわ。ファイボウッドエレスピやばいな。おー、枯渇なん。いや、ちょっと違う。名前はウィザードなんだよな。コウモリゴブリン。飛ぶ？オーケー、いいね。まあ、攻めまくるか。やべ。まさかのホグライダー来た。今、ザップだったな。ホグフリか、これ。懐かしき。そんなデッキも送んのか。今シーズンは。いや、ホグフリーズっぽいな。
実はファイスピで削りたい。いやマジでホグフリよ。えってことは、あこれまずいね。オッケーオッケー、マジフリーズだと大砲が絶対残るんで、そこだな。これ実は左側が本命ドッキリ行こう。右にゴブリン、オッケー、いいね。いやー入れ。いやマジ大砲撃来た。それうまいな。この進化ザップもまずいね。怖い、結構長生きしてんな進化コウモリ。いやまあ1700っしょ。しかも相手ザップね。まあゴブリン、オールブレイカーにゴブリン使わせてのバレルが結構強そうではあるが、普通にザップなんで吹き矢も最強と。フリーズだけマジで怖いな。てかあのプリンセスもちょっとめんどいんだよな。いや最悪よこれ。いやまあでも大砲残るんでね。よしよしよし、相性マジ良さそうだな。で俺がよくやる実は逆サイドでしたドッキリバレル。やべ普通に強要で終わりそう。いやー大砲残れば僕は通らないですよ。いいね。じゃあのプリンちょっと邪魔なんだよな。でもちゃんとね飛んでほしい。ああまあさすがにワンパン。いやーオッケー、ちょっと怖かったけど。このミニペッカとかもまあ怖いよね。ケツホグ。いや LSP 飛ぶよこれ。気持ちいい。 LSP からのウォールブレイカーも入りそうではあったから、もう一回ホグライダー飛ばしたい。でも俺も回転が速くて大砲が回ってしまうっていう事件ね。えっ待ってミスった。えあと2なんやけど、あと2って俺ウッドがない。やばいウッドがない、やばい。いやでも相手もさ削れんくね。ウッドがないマジでまずい。フリーズボイか。ウッドがないま、いやこれ進化バレルうざいぞ相手。一発バレルボールぞおい。むずいだろ。オッケー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 。怖すぎた、危ねえ。自分ないんでね最後がちょっと怖い。ダークソウルよろしく。初手のアイスピバレルとかも強かったりしちゃうんじゃない。ウッドか、まあまあまあスケウッドね。いや高回転系絶対強いんだよなこの環境。さあまあ施設もあるし 2.6 億かバレル、これファイボもあるしウッドもあるかこれこれね、まあ絶望ってやつですかね一言で言うと。まあサイクル変わんないんでね、あんま相手と攻めの通し方がむずい。まあでもそれは相手もっすね、お互い様ではある。これちょっと熱いな。え、だいぶか。いや、これ縦が欲しかった。やばい、スプリット回してよかった。いや、でかい、左オールブレか。うわー、寸止め。いやらしい。
いや悪くないね。やばい、あ、まずい。女が生き残った。いやこの圧力全然なってねえな。やべ、なんなら金起動される。両剣入ってる。でかい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 。オッケー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 。予想外のダメージ。いや負け筋はまあ大砲に5打たれるぐらいなんですけど、相手ねこれ守んなきゃいけないんでね。まあおとなしく定位置でいいか。浮きや左サイド徹底したいな。でアイスピー一応ホグ止めれるんで、これ出しとくで悪い。そいやすぎるよ。もう一生があるもんね。いやでもマジ1コスの力強すぎるだろ。アイスピいいね。いやーめっちゃ警戒してんね。じゃあ右行っちゃおうかな。これ無視してくれたら美味しいしな。キア戻して、まあさすがに早めに置いちゃって、まあこのダメージはね仕方ないかな。痛いけどね。もうすげえ、ワンチャン事故ればラッキーぐらい。いや、え、待って、バレル入ってるわいやーで、アイスピーとエレスピーをいっぱい出しとくとね、あいつ一戦絶対嫌なんだね。で1周目ファイブ使った。638ね、折れないんすけどね、うん、直回くらいかけていこう。これ右サイドもね、いやバレル入ってるわ。サイクルがマジほんのちょっとだけ折れるのが早い。 1.9 だかんな。いや怖。でも足前逮捕さえもケアします。いやいいよ一生残してやる。吹き矢、あー言ったそばから。いやマジ全然怖い正直。マジ地獄の進化スケドリームある。ワンチャン右マジ、え、進化バレル、そう強いんですよね危ねえ進化バレル、いやプリンタワーにはねマジ強い説あります。今の最高すぎる勝ち方じゃないってとこでダガーやねんな、バカが。あーバカが、ね、ああダガーゴール終わってんなこのデッキには。よし負けました。はい、どうやって勝つねこれ。どうせボイドかあれがあるもんな。来い、こっちはゴブリンバレル通すためだけに何個使ってると思うね。しかもスケゴブリンってどんだけ回転命、ね、アホやん。もうだが消してよくね、弱いのに。ジャイ来たら負けやん。ゴール来たら負けやん。ラバ来たら負けやん。ウォールブレイカー2だけ強いやん。終わってるやん。消してよ消してよ早くね。なんでまだ生きてん。
いやー1600か。いやー、アホやん。何がおもろいねん、ボードやんけ。何がおもろいね。ダガ消そう。はい、いらない。クララがダガがダガなダガってどんな名前だ。ダガいらねえだろ。はい、ということで、まあ、このデッキ自体は強いですさえ、ダガがクソなだけなんで、あいつ消して平和なクララにね早くなればいいなと思います。本当に、いや、このデッキは結構おもろいんでね、マジでやってみてください。ではお寿司さん、またね。